こんにちは、スキテニスのやひろです。今回はテニスが上手くならない人の特徴というテーマでお話をしていきます。今回のテーマの対象者はなかなか上達できない、早くテニスが上手くなりたい、自分に当てはまっていないか心配、そんな方へ向けてお話をしていきます。私の自己紹介を簡単にすると、現在福岡県久留米市でフリーランスのテニスコーチをしています。テニススクールで11年間コーチの経験と、現在独立していろんな方を見てきた経験の中で、こんな方はなかなか上手くならないなという特徴がありますので、ぜひ参考にしてみてください。動画の最後にはおまけとして、早く上達する人も紹介しますので、最後までお楽しみください。いいね、チャンネル登録をしていただけるとやひろのテンションが上がります。それでは本題に入ります。今回はテニスが上手くならない人の特徴を3つにまとめました。1、強いボールばかり求める人。2、自分の動きを改善しようとしない人。3、自分の考えが絶対だと思っている人。こんな特徴がある人になります。それでは一つずつ解説をしていきます。テニスが上手くならない人の特徴、一つ目は強いボールばかり求めている人。自分の動きがバラバラなのに強いボールを打つことがメインになっている人はなかなか上達しません。理由はラリーが続かない、相手に嫌がられるからです。一つ目のラリーが続かないから解説をすると、例えばテニスのレッスンやサークルの練習のように、一面にたくさんの人がいて 2,3 球交代くらいでラリー練習するとします。そんな練習の時に強いボールばかり打つと、当然相手は返すのが難しくてミスする可能性が高くなります。それと同時に強く打つ自分も早くミスをして、すぐにラリーが途切れるとあっという間に交代しないといけません。そして二つ目の相手に嫌がられるを解説すると、強いボールばかり打つ人は練習していただいている練習相手に嫌がられます。練習相手に嫌がられると練習したいと思う人が少なくなって、新しい練習機会が失われるので、自分で自分の成長の可能性をなくしてしまいます。じゃあ全く強いボールを打ったらダメなの？と思う方がいると思いますが、当然そんなことはないです。球出し練習の時や相手が自分より格上の時は、どんどん強打もチャレンジしていいと思います。そこは空気を読みましょう。テニスが上手くならない人の特徴2、自分の動きを改善しようとしない人。自分の感覚を信じてテニスの打ち方や動き方を改善せずに練習する人はなかなか上手くなりません。正確に言うと、成長がある程度のところで止まるのが正しいと思います。成長がある程度のところで止まるというのは2つの原因があります。 1. 怪我のリスクが増える。 2. 狙えないコースが出てくる。まず1つ目の怪我のリスクが増える
から説明すると、我流である程度テニスが強くなった方ほど怪我をしている人が多いです。手首、肘、足首、膝などサポーターをつけないと不安だという方がいると思いますが、もう年だから仕方ないと思うのは間違いです。年を感じている方ほど動きの改善をすればサポーターなどが必要なくなります。健康のために始めたテニスで怪我をしたり病院に行ったりしてたら時間もお金も無駄にします。二つ目の狙えないコースが出てくるを解説します。我流でやってる方ほどどこかは狙いやすいけどどこかが狙いにくいなどコースが限定されます。テニスでの理想は走りながら相手の厳しいボールを同じ構えからどこでも狙えることです。相手から自分が打つコースを読まれやすい、いつも同じミスをする、相手のボールが厳しくなるとボールが不安定になるなどが当てはまる方は動きの改善にチャレンジしてみてください。動きの改善の方法がわからないという方は過去の私の動画を参考にしていただければと思います。正しい動きとはざっくり言うと呼吸が楽で美しい動きです。補足として動きを改善しなくても運動神経がいい人はそこそこ上達します。しかしそんな方ほど成長の途中で大きな壁にぶち当たったり怪我をしやすくなりますので気をつけてください。怪我でテニスをやめないといけなくなったという方を今までたくさん見てきたので、そんな方が一人でも減ればと願っています。テニスが上手くならない人の特徴、3つ目が自分の考えが絶対だと思っている人です。少ない割合で割といるのが自分の考えが絶対だと思っている人です。自分のやり方はこれじゃないといけない、周りからのアドバイスを聞いてるふりして実行しない、あの人はテニスが分かってないから実践しないなど自分の考えが凝り固まるとそこで成長は止まります。理由は新しいことに挑戦する機会を失う、誰も教えてくれなくなるの2つを今回は解説します。1つ目の新しいことに挑戦する機会を失うからお話しすると、自分が今までやってきたことに新しい情報を入れることでよりレベルアップできる可能性が高まります。よく点と点がつながると言いますが、自分と考えが違う人の話ほど物事を多方面から見るチャンスなので、今まで見えてなかった考え方を発見する機会を失うことになります。二つ目の誰も教えてくれなくなるをお話しします。アドバイスをしてくれている人は何かしらその人に対して違和感を感じてお話してくれていると思います。その違和感とは客観的に見たあなたなので、こうすればもっと良くなるんじゃないかと好意を持って接してくれたはずです。けどそれは違う、これが自分のやり方だからと言われると、もうこの人にアドバイスをするのはやめようという気持ちになります。まずはやってみて、これをするとこういう違和感が自分にはあるけどどうしたらいいなど会話をすれば、じゃあ次はこうすればうまくいくんじゃないかなど新しい発想に変わるかもしれません。その機会を失うのは非常に損です。
今までいろんなことに挑戦して失敗した経験があるからという方もいると思います。そんな方にはわざと間違いと思っている方法も試してみるのがおすすめです。物事には必ずいい面と悪い面があります。これは間違っていると思っている人はアドバイスの悪い面しか見えていません。いい面はどこにあるのかを考えて実践してみると新しい発見があるかもしれません。それでは今回はテニスがうまくならない人の特徴というテーマでお話をしてきました。おさらいすると、1、強いボールばかり求める人、2、自分の動きを改善しようとしない人、3、自分の考えが絶対だと思っている人でした。マイナスな話が多かったので、最後は元気になるためにテニスが早く上達する人を紹介します。どうすれば早く上達できるんだと飢えている方は参考にしてください。テニスが早く上達する人の特徴、1、スポンジのように周りのアドバイスを噛み砕いて吸収できる人、2、新しいことに挑戦してたくさん失敗できる人、3、常に自分は間違っているんじゃないかと疑って学ぶことをやめない人と3つになります。私の好きな言葉の一つを紹介します。それはオリエンタルラジオの中田さんのまだやれることはあるです。自分の成長には無限の伸びしろがあります。今が完璧なんてありえないので、まだやれることはあると信じて、これからも一緒に高め合いましょう。最後まで見ていただき感謝いたします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。